どうもお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今忍者の威圧をいただきましたけども、ありがとうございます。ほんまにね、もうこんなん何本あってもいいですからね、ありがたいですよ本当に。ねえ、言うとりますけどもね、いきなりですけどね、あのうちのおかんがね、ほうほうほう、尊敬する人がおるらしいんやけど、尊敬する人、ほう、その人の名前をちょっと忘れたらしくてね、尊敬する人の名前を忘れてもうて、どうなってんねやそれは。まあいろいろ聞くんやけどな、ほう、全然わからへんねやな。わからへんの。ほなね、俺がおかんの尊敬する人一緒に考えてあげるから、うん、どんな特徴を言ってたか教えてみてよ。あの戦いの最中に、ほうほうほう、アイテム使って隙が多いって言うねんな。ほう、藤吉郎やないかそれは。あ、表裏のもてなしの藤吉郎は戦闘中にアイテム出して使いよるから、めちゃくちゃ隙だらけになっとるからね、あれ。ふっはっはとか笑って余裕見せとるけど、あんなんめちゃくちゃチャンスやからね、うん、その特徴はもう完全に藤吉郎やがな。藤吉郎な、すぐ分かったやんこんなんも。いやちょっと分からへんねんな。何が分からへんのよ。いや俺も藤吉郎やと思ったんやけどな。そうやろ。おかんが言うには、ほう、その人はほうめっちゃかっこええって言うねんな。はぁ、ほな藤吉郎と違うか。藤吉郎はかっこよさを追求するキャラと違うもんね、あれ。うん、浅井長政や斎鎌五一はあんなかっこええ描かれてんのに、藤吉郎はあんな重要なキャラでボスにもなってんのに、顔面も生き様も全然かっこよくしてもらってないからね、あれ。うん、藤吉郎ってそういうもんやから。ほな藤吉郎違うで、これ。せやねん。ほなもうちょっと詳しく教えてくれる？全然そんな気もないのに、うん、国を半分やるとか官位をやるとか言うらしいで。藤吉郎やないか。やる気もないのにやるとか言うのは藤吉郎しかないのよ。藤吉郎はな、表裏のもてなしの戦いの前に国を半分やるどうだとか聞いときながら兵隊に襲わせてくんのよ。ほんでその兵隊叩き切ったったら、今度は官位はどうだとか聞いときながらやっぱり兵隊に襲わせてくんのよ。藤吉郎に決まりよそんなもんは。わからへんねん。でもなんでわからへんねんこれで。いや俺も藤吉郎と思ったんやけどな。そうやろ。おかんが言うには、ほう、その人は自分をしっかり持っとって人に惑わされへん言うねんな。ほな藤吉郎とちゃうやないか。藤吉郎はな、うん、家臣孤児に操られて大だらぼっちの戦いの後本気で腹刺してくんのよ、うん、まさかそんなんせんやろ思っとったら全力で刺してくんのよ。あん時の藤吉郎めちゃくちゃ怖かったからね、うん、めちゃくちゃ洗脳されとったからね、あれ、うん、絶対藤吉郎とちゃう。ほな、ほなもうちょっとなんか言うてなかったか。その人は聚楽台に送るらしい。藤吉郎やないか。聚楽台は藤吉郎んちやないか、うん、ほんで聚楽台に藤吉郎がよう来るんやなくて、藤吉郎がおる聚楽台に俺らがよう行っとんのよそれは。うん、藤吉郎に決まりよそんなもんは。いやわからへんねんて。なんでわからへんねん。藤吉郎やろ。俺も藤吉郎と思ったんやけどな。そうやて。おかんが言うには、ほう、その人は人気やからテーマパークのパレードにも出てるって言うんや。ほな藤吉郎とちゃうやないか。おう、藤吉郎はテーマパークのパレードにならばへんのよ、うん、藤吉郎が出れるのはお化け屋敷かハロウィンナイトで誰かが間違えて藤吉郎の格好をしてきた時だけやからね。おう、絶対藤吉郎とちゃう。ほな、うん、ほなもうちょっとなんか言うてなかったか。その人は物忘れが激しいらしい。藤吉郎やないか。藤吉郎はな、大竹丸との戦いの後それまでのこと全部忘れたみたいにめっちゃ長いようなっとったからね。家臣孤児に操られとったからしゃあないって感じになっとったけど、そんなレベルの話とちゃったからね、うん、それまでに3回は殺し合っとったからね、あれは。う、1回目は表裏のもてなしの時に小牧長久手で殺し合って、うん、2回目はその小牧長久手から脱出しよう思って大だらぼっち倒したら後から急に出てきて刺してきて、その後も平等院行ったら四天王寺に襲わせてきて、呪楽台行ったら長壁姫に襲わせてきたのよ。う、何が俺の新しい嫁を紹介してやる。いや、うん、せや、呪楽台で千利休殺しとったやないか。思い出したわ。う、ほんで最後に第五次でこの満開の桜うってつけだお前の墓標にとか言って切りつけてきたのよ、あれは、うん、そんなん全部忘れてしまう。その物忘れの激しさは藤吉郎やがな。藤吉郎に決まり。そんなん分からへんねん。分からへんことない。おかんの尊敬する人は藤吉郎。もうおかんが言うにはな、ほう、藤吉郎ではないって言うんや。ほな藤吉郎とちゃうやないか。 おかんが藤吉郎ではないと言うんやから、うん、藤吉郎ちゃうがな。せやねん。さっき言えよ。俺が藤吉郎の悪事言うてるときどう思ってた。申し訳ないな。ほんまに分からへんがな。おう、どうなってんねや。おとんが言うにはな、おとん、おいちちゃうかって。いや絶対ちゃうやろ。もうええわ。ありがとうございました。